証券大手の大和証券とグループ本社は70歳までとしてきた営業職の再雇用について年齢制限を撤廃する方針を固めました。実質的な定年の撤廃は大企業では珍しい試みです。高齢の顧客から資産運用や相続の相談が増える中、ノウハウの豊富な優秀な社員を長期間活用するのが狙いです。国内の個人向け営業職の担当者が対象で、年度内に制度を改定する方針です。証券大手では、野村証券と SMBC 日興証券が営業職に限って定年後も70歳まで継続雇用する制度を導入しています。